はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムは、古着で、お求めになったというふうなことで、ベストでございます。至る所にね、色の段差がついていて、いつ何がついたのか全くわからないと。で、お洗濯表示も全然ついていない、わからないというふうなことでお預かりしております。いろんなシミがあってですね、例えばこういうところ、あとこういうところ、色の段差を見つけようと思うとこういうところたくさんあるんですけど、お客様が取ってほしいとおっしゃったのはですね、ここじゃないんですよ、前じゃないんですよ、後ろなんですよ。後ろのですね、まあ後ろもね、結構すごいたくさんあるんですけど、こういうところちょっとアップにしますね。こういうところとか、こういうところ、こういうところ、こういうところ、もうね、あ、ここここここというふうに言うとたくさんあるんですけど、お客様が一番取ってほしいとおっしゃったのはここです。油染みのようなちょっと濡れたような、このシミを取ってほしいと、ここだけ取ってほしいとおっしゃっておりました。いつ何がついたのか分かんなくて、シミがついてから何をしたのかも分からなくてっていうのが古着だと思いますね。部分的なシミ抜きだけでいいですというふうなことなので、部分的なシミ抜きで対応できればいいなというふうに思います。やってみます、頑張ります。はい、それではこちら仕上がりでございます。丸洗いをしてね、プレスをしたので、シワシワな状態からですね、それは改善しているんですが、シミはですね、シミ抜きしてないですし、取れたりしておりません。ただね、お客様が一番気になる、取ってほしいって言ったシミ、この部分ですね、この部分若干白っぽくなっていたんですけど、その白けている部分はどうしようもないんですが、その油染みのように濃く見えているところ、こちらは綺麗にすることができております。大丈夫です。かなり古いお洋服なんでしょうね。いろいろとね、その経年劣化というふうな変化が見られて、この辺の裏地なんかはですね、もうかなり、劣化が進んでいる、まあちょっと着ては見えないところなんですが、劣化が進んでいるところでございますね。はい、ご利用ありがとうございます。古着ね、大変、お問い合わせが多くて、古着をで見つけてきたんだ、シミがあるんだというふうなところでね、取ってほしいというふうな方を気軽にご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。